オペラの漫画。みんなでお絵かき楽しいな。やっほー、みんな元気かな。私は小学1年生の音符だよ。今日の休み時間は親友のさくらちゃん、リリーちゃんとお絵かきして遊んでるんだ。わあ、さくらちゃんのひまわりすっごく上手だね。ありがとう。この前お父さんとお母さんとお出かけした時に見たんだ。リリーちゃんは何を描いたの？じゃーん、リリー、音符ちゃんとさくらちゃん描いた。え、これ私たちだったんだ。そっくり、大満足。宇宙人だと思ってた。リリーちゃんはこんな風にいつもほんわか天然さんな感じ。うーん、ルルルー、ゆるキャラみたいなところがすっごく可愛いんだよね。この赤色鉛筆新しいね。いいじゃん。あ、音符の赤色鉛筆。ミリアちゃん、この子はクラスメイトのミリアちゃん。私の赤色鉛筆もう短くて書きにくいんだよね。この赤色鉛筆もらうね。実は音符ちょっとミリアちゃんが苦手。ミリアちゃん、その赤色鉛筆は音符がママに頼んで新しく買ってもらったやつなの。だから返してほしいな。はあ、まさかこの私に命令してるの？いいの？私の言うこと聞かないとどうなるかわからないの？待ってよ、別にミリアちゃんに命令したわけじゃ。私のお兄ちゃん、隣町のオラ中学校のヤンキーのボスって言ったよね。私がお願いすれば今すぐ来てくれるけど。やっぱりミリアちゃんのお兄ちゃんがヤンキーって本当だったんだ。オラ中ってここら辺で一番怖い中学校だよね。そこのボスって怖い。ミリアちゃんには逆らわないようにしないと。みんなわかった？私の言う通りにしないとうちのお兄ちゃんが黙ってないからね。それじゃあ、あんた、私の代わりに宿題ノートの回収当番よろしく。え、僕が？私に逆らった音符ちゃんは今週の掃除当番やらしてあげる。え、そんなのひどいよ。音符、先週も掃除当番だったのに。サッカー楽しかったな。またやろうぜ。シュンくん、さっき校庭でサッカーしてたよね。ミリア、ずーっと見てたの。ゴールも決めてたよね。すっごくかっこよかった。え、ありがとう。ミリアもサッカーに興味あるんだ。もしよければまた教えてほしいな。まずは恋のドリブルから。キャン。ミリアちゃん、クラスで一番のイケメンシュン君の前では相変わらずのぶりっ子だ。そしてこうやってヤンキーのお兄さんの名前を出してみんなに言うことを聞かせる。だから音符はミリアちゃんが苦手なんだよね。ヤンキーのお兄さんも怖くて強く言い返せないし、ミリアちゃんにちゃんと言い返せないまま放課後になった。さくらちゃん、リリーちゃん、お待たせ。それじゃ帰ろっか。ちょっと音符ちゃん、何帰ろうとしてるの？私の代わりに掃除当番する約束でしょ。本気だったの？でも掃除当番はみんなで順番にやるものだよ。それに先生にバレたら。そんなのバレないようにやればいいでしょ。そこはあんたの責任、自分で考えて。でもやっぱりこういうのは良くないってよ。こう、まあ音符ちゃんは話にならない。音符ちゃんが私の言うことを聞けないって言うならさくらちゃんとリリーちゃん。え、私たち音符ちゃんの友達なんだから音符ちゃんの代わりにやってよ。でも音符ちゃんの言う通り。リリー、お家帰ってポニモを見るから無理。ミリアちゃん掃除当番ファイト。リリーちゃん、あんたどうなるか分かって。私のお兄ちゃんはね。音符ちゃん、さくらちゃん、帰ろ。ちょっと待ちなさいよ。ミリアちゃん、バイバイキー。私の言うこと聞かないとどうなるか分かってるの？許さないんだから。これでみんなポニモン見れる。よかったよかった。そうだね、リリーちゃんありがとう。でもミリアちゃんすっごく怒ってたからちょっと明日が怖いね。大丈夫大丈夫、このリリーに任せなさい。リリーちゃん天然さんだからミリアちゃんの怖さを全然分かってないんだろうな。ある意味最強だ。リリーちゃんのおかげでこの日はなんとかミリアちゃんから逃げられたんだけど、次の日の給食時間
今度こそは逃げられないことが起こっちゃった。あ、ポンプが楽しみに取っておいたデザートのゼリー。はい、シュンくん、ミリアのゼリー食べていいよ。え、いいの？ありがとう。もちろん、ミリア小食だからもうお腹いっぱいなんだ。ミリアちゃんはさっきゼリー食べてたよね。それはオープンの。あ、シュンくんの前で変なこと言ったら承知しないよ。オンプちゃん、何言い出すの？嘘は良くないよ。もしかして幻でも見たの？これ以上騒いだら今すぐ私のお兄ちゃん呼ぶけど。いいの？そんな。お兄ちゃんミリアのことになると本当に怖いんだから。オンプちゃん怯えてる。やっぱりヤンキーのお兄ちゃんって最高。あの時もお兄ちゃんを見たクラスメートが、あ、ミリアちゃんと、その人は？あ、私のお兄ちゃんだよ。オラ中に通ってるんだ。え、オラ中？そのお菓子美味しそう。いいな。え、このお菓子、いいよいいよ、あげるから。え、いいの？やったー。もしかしてお兄ちゃんのことが怖いからお菓子くれた？あの時、お兄ちゃんの存在が使えるって気づいたんだよね。ヤンキーでオラ中のボスのお兄ちゃん、その妹の私は最強。私はみんなに何を命令したっていいんだもんね。もうそろそろ懲りたでしょ。私の言うことを素直に聞いておけば。オンプちゃん、どうかしたの？大丈夫？リリー、お助けに来た。うん、大丈夫だけど、このままだとジェットミリアちゃんに怯えて言うことを聞くだけになっちゃう。お兄さんは怖いけど、でもミリアちゃん、ミリアちゃんの言ってることって脅迫？罪になっちゃうんじゃないかな。はあ？罪？確かに、お兄さんが怖いから言うことを聞けって。ミリアちゃん、おまわりさんに捕まっちゃったりするかも。え？捕まる？ミリアちゃん、刑務所お勤めご苦労様。え？お兄ちゃんの名前で言うこと聞かせたら悪いことになるの？ミリア捕まるの嘘でしょ。でも、お兄ちゃんが子供は捕まらないって言ってた気が。ふん、私はまだ子供だから捕まったりしないんだもんね。ふざけたこと言わないで。でも子供でも。うるさいうるさいうるさい、私に口答えしないでって言ってるでしょ。ふん、ミリアちゃん怒って言っちゃったね。怒らせちゃったけど、でも助かったよ。ミリアちゃん短気、短気は損気。オンプちゃん、ミリアちゃんにゼリー取られちゃったんだよね。私のゼリー残ってるから一緒に半分こして食べよう。さくらちゃん、いいの？ミリアちゃんひどい。リリプンプン、怖い人来ても大丈夫。リリぶっ倒す、任せて。リリーちゃんが助けてくれるの？頼もしい。じゃあピンチの時はリリーちゃんに助けてもらおう。ほんわかリリーちゃんが怖い人に勝つのは無理だけど、その優しさが嬉しいな。その頃のミリアちゃんはというと、もうむくつく。素直に私の言うことを聞けばいいのに。オンプちゃんのやつらめ。お兄ちゃんのことを話すだけじゃオンプちゃんたちは反論してくるし、このままじゃダメだな。私の言うことを聞かないと本当に怖いことになるってしっかり分からせないと。ぐにゃにゃ。そうじゃん、あさってって確か授業参観日だったよね。ってことは絶好のチャンスじゃない。いいこと思いついちゃった。素直に私の言うことを聞かなかった罰だもんね。音符ちゃんたちにはしっかり後悔してもらって反省してもらうんだ。音符はミリアちゃんが授業参観で何かしようと企んでいることに気づかないまま授業参観日当日になった。授業参観ドキドキするね。さくらちゃんとリリーちゃんは誰が来るの？うん、うちはお母さんが来てくれるって。リリーのパパちゃんとママちゃん、お仕事残念無念。そっか、それはちょっと寂しい。ミリアの教室はここか？ったく、分かりにくくて迷っちまったじゃねえか。ヤンキー？まさかこの人が噂のミリアちゃんのお兄さん？お兄、ミリアのために本当に来てくれたんだね。ミリア、当たり前だろ。
可愛い妹の頼みを聞くのが兄貴の務めだっつーの。ミリアちゃんのお兄さん、体も大きいし見た目も怖い。やっぱりオラ中のボスさんって本当だったんだ。お兄話したでしょ、私の言うことを聞かない生意気な子がいるって。あの子たちなの、オンプちゃんとサクラちゃんとリリーちゃん。お兄のこともバカにしてるみたいだし、ミリア悔しいの。なに、オラ中のボスの俺様をバカにしてるだって。うちの可愛いミリアも泣かせたとか許せねえな。バカにしてないし泣かせてないし、むしろこっちが泣かされてるのに。オンプちゃんたちお兄にすっごくビビってる。私の言うことを聞いておけばよかったのにね。これからもっと怖い思いすることになるんだから。ねえお兄、オンプちゃんたち全然反省してないみたい。もうさ、お兄の手下の怖い人たちをいっぱい呼んでどうにかしてもらうしかないよね。ああ、俺の手下たちか。あいつら容赦ないからな。呼んだら大変なことになるかもしれねえな。二度と学校に来れなくなっちゃったり。そんな、どうしよう、オンプたちどうなっちゃうの。それじゃああいつら呼び出すか。俺が呼べばすぐ来ちゃうぜ。お前たち、俺の仲間を呼ばれたくなければミリアにしっかり謝ったらどうだ。わかったよ。だから失礼するよ。もう仲間が来た。はよ。しかもミリアちゃんのお兄さんよりずっと見た目が怖い。お兄の手下の人って本当に怖い見た目だね。あんな人たちのボスなんて、お兄ってやっぱりすごいんだ。かっこいい。いや、俺はまだ手下呼んでないし。あの人たち誰？オンプたちに近づいてくる。オンプたちどうなっちゃう。お嬢、先ほど緊急アラームを押されましたね。どうしやした？まさかテノール組の奴らが狙ってきましたか？どういうこと？この人たち、リリーちゃんの知り合いの人なの？お嬢、テノール組ってリリーちゃん？いや、そんな大したことじゃない。てかあんたたち、ドアは静かに開けな。壊れるやろが。すいません。怖い人がリリーちゃんに謝ってる。てか誰？口も違いすぎない？おい、あんちゃんら。なんでしょう？俺なんでこんなガキに敬語を、なんか無意識に。こっちがおとなしくしてたら好き放題やりよって。うちの大事な友達をよう怖がらせてくれたの。あたいがソプラノ組組長の孫娘だって知ってのことかい。ソプラノ組組長の孫娘。こっちの堪忍袋の尾も切れたわ。この落とし前どうつける気じゃい。あれ、すいません。鬼だぞ。お友達のことを怖がらせたりしません。だから許してください。鬼何してるの。オーラ中のボスでしょ。喧嘩も強いんだからやり返してよ。手下も呼べば。ふざけんじゃねえ。この人たち本物だろ。俺はオーラ中のヤンキーグループの中でも下っ腹下っ腹なんだよ。喧嘩なんかしたことねえし、俺の手下なんかいるわけねえだろ。俺自身が手下だっつうの。嘘。こいつらがお嬢の大切なご友人を怖がらせたんですかい。どうします、海にでも。海？そいつは許せねえな。お嬢、山に穴掘って。山に穴？やめ。こっちの手を汚すのもアホらしいわ。なあ、あんた。私？あんた、友達がどういうものか分かってないみたいじゃの。友達っていうのは利用するもんじゃない。怖がらせて言うことを聞かせるもんでもない。あたいが困った時に助けてくれる。楽しいことは一緒に楽しんでくれる。それが友達ってやつだ。オンプちゃんとさくらちゃんはあたいにとってそういう存在なんだ。だから二人が困った時はあたいが全力で守るよ。どんな手を使ってもね。リリーちゃん。だから。わかった、ミリアちゃん。もうしたらめよ。はい。
おい、お前は俺らと外に行くぞ。授業参観が終わるまでお話しして待ってようや。バイバイキン。あんなおっとりしたリリーちゃんにこんな一面があったなんて。ミリアちゃんのお兄ちゃん、オラ中のボスって嘘だったんだ。喧嘩もしたことないって言ってたね。ミリアちゃんのお兄さんもミリアちゃんも嘘つきでダサいし最低だね。ね、はい、カリン先生の登場だよ。みんな、そろそろ親御さんも来るからね。張り切って。って、何？この空気は。その後、何事もなかったかのように授業参観は始まり、無事に終わったのでした。その後のミリアちゃんは、お兄さんを使ってみんなに命令することはなくなった。でも、これまでひどいことをしてきたから、ミリアちゃんの周りには誰も近寄らず、教室でも一人で静かに席に座っている。そしてあの一件以来、ミリアちゃんとリリーちゃんは、あ、ミリアちゃん、今度はね、みんなで海に。海？ごめんなさい、すみませんでした。海に沈めないで。あれれ？リリー、そんなプンプンしてないな。なんで？リリーちゃんはいつものほんわか天然さんなリリーちゃんに戻った。おぶちゃん、さくらちゃん。お昼休みはプニモンごっこワクワク。あの時のリリーちゃんは一体幻だったのかな。真相はわからないままだけど、あの時リリーちゃんが音符たちを助けようとしてくれたのは本当のことで、よし、そしたら早く校庭に行こうか。そうだね、早く行こうよ。はーい。音符たちはお互いに大切な友達だってことは変わらないんだ。音符、新しい技覚えてきたんだ。リリーも、リリーも。あ、二人ともずるい。あの時のリリーちゃん、かっこよかったな。なんだか、目が離せない。音符だよ。さくら、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。一体どっちが素なんだろうね。どっちもリリーちゃんってことで、音符たちは受け入れていこうよ。それもそうよね、私たちのために怒ってくれたんだし。そうそう、よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。またね。それじゃあ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。